全国のカードゲームファンの皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。リュウです。さあ、本日なんですが、マジック・ザ・ギャザリング・アリーナ、遊んでいきたいと思います。やりました。あの、MTGA ですね、いわゆる。MTGA、いよいよスマホ版リリースということで。MTGA という前に、まず MTG というカードゲームについて、これどんなカードゲームなのか、もうね、分かってる人がほとんどだと思いますよ。おそらく。まあ、9割5分の人が分かってると思いますけども、まあ、一応、その残りの5分の人に向けて、一応 MTG がどんなゲームかを説明していきたいんですけれども、マジック・ザ・ギャザリングですね。マジック・ザ・ギャザリング。世界初の元祖カードゲームであると。MTG は。僕個人的なんですけども、小学生くらいの時に、あの某カードゲーム、今僕がいつも実況しているあのカードゲームあるじゃないですか、あの某カードゲームよりも前にこっちを僕はやっていました。はい。で、その時はね、あの黒デッキ、沼デッキを作って、友達ん家で行って遊んでたんですけれども、大人になるにつれて、まあカードゲームから離れてね、でまたこの30過ぎたこの段階でお仕事として MTG を遊ぶことができると、ありがたいありがたいありがたいと、で、この MTG っていうゲームなんですけど、そもそもですね、かなりやっぱり高いね、あの戦略性と、まあ、デッキ構築が、まあ、自由にできるっていう点ですごく優れたカードゲームでございまして、 e スポーツ展開をあのされておりましてですね、プロプレイヤーってのもいますね、 MTG には。で、世界大会の優勝賞金なんと3200万円。素晴らしい、素晴らしい。家立つね、家立つわ。で、その MTG というゲームをこのデジタルカードゲームとして遊べますよっていうのが MTGA、マジック・ザ・ギャザリング・アリーナ、このゲームです。今日これやっていくっていうことですね。で、 MTGA っていうのが何なのかっていうのを一応簡単に説明しておくと、あの MTG のデジタルカードゲーム版、基本プレイ無料、無課金で遊べる。で、 PC 版が2019年にあの登場していたんですけれども、2021年の3月の25日にスマホ版がリリースされて、簡単に誰でもどこでもあの遊べるようになったということですね。で、あのこの MTG の中にもランク戦があって、で上位になるとあの国際大会にあの出場できるよっていう、そういうね、あの権利もゲットできると。で、僕はもう小学校の時にやってたぐらいなんで、もうほぼあの覚えてなかったんですけども、ルールとかチュートリアルと AI 対戦がめちゃくちゃ優秀あのね、めちゃくちゃ優秀で、簡単にあの思い出せたし、多分初心者の人でもすぐに覚えられると思います。はい、すごく親切に作られてますね、このゲームは。で、僕が一番やっぱりね、重要だと思ってたのは、あのアカウント連携っていう話なんですけども、アカウント連携もしっかりとできて、例えば家だったら PC 版で、 PC でね、できますよ。僕今回はこれ PC 版でやっていくんですけども、 PC 版でもできますよ。で、スマホ版とか、タブレット版ももちろんあるんですけども、あれは例えば外出先とか、通勤通学の時間とか、要は外出先ではスマホ版でやって、帰ってきたら PC でっていうことができるんですよ。無料で遊べるって言ったんですけども、まあ無料で遊べるのを歌って、実はそうでもないっていうゲームあるじゃないですか。このゲームね、全然違いますね。ものすごい量のカードもらえます。カードじゃなくてもデッキもらえますもん。あのデッキ、今ね、これデッキ見せるんですけど、こんだけね、今僕何も課金しないですよ。こんだけデッキももらえてるんですよ。ちなみにまだもらえるんですけども、全然進めていけば。あのね、優しい。とにかく優しい。優しいです。無課金でもこんだけ遊べるんで。で、ハマったら、ここのストアからね、パック購入していただければな、というふうに思いますんで、これね、こっから、カード買えばいいかなと思うんで、ぜひですね、始めてください。まずは脳死で。一回概要欄のリンクチェックしてくれ。で、ちょっと早速ね、プレイしていきましょう。どういうゲームかっていうのがね、わかんないといけないと思うんで、言うて始めて1週間くらいですかね、今。1週間も経ってないかな。対戦相手先行。これ、手札が7枚で始まるんですけども、マリガンするかどうかを選べますと。マリガンっていうのは、まあ、入れ替えですね、手札。マリガンした場合は、カードを1枚、デッキトップに置かなきゃいけないよって、一番下に置かなきゃいけないよっていう感じなんですけど、コスト的には、まあでもいいか、別にこれ。このまま始めちゃおう。で、これがフィールドですね。で、今、対戦相手が先行で、対戦相手がこれ山っていうね、やつを出してきたんですけど、これが、これが、土地、要するにエネルギーですね。マナ
あのマナみたいなもんですね。でエネルギーでこれを使ってなんかクリーチャーとかを出していくみたいな、クリーチャーモンスターですねを出していくみたいな感じですね。でまずは平穏な入り江、こういうねこう土地とかをこうパッと出していくと。でライフが1回復しました。やりました。これこの土地の方ですね、出すと1点ライフを得ると。でどうやって勝っていけばいいかっていうと、あ痛い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 、どうやって勝っていけばいいかっていうと、このライフポイント20っていうね、この体力を先に削った方の勝ちっていうゲームですね。非常に分かりやすい。でメレティス誕生は打っときますか。これはエンチャントって言って効力がある、なんだろうな、なんて言うんだろう、まあ、魔法カードみたいな感じですかね。でこれを発動すると、まずこのカードは1、2、3って効果あるんですよ。でちょっと1回土地加えるけど、これ1、2、3の効果があって、1ターンごとに、最初のターンだったら1、次のターンだったら2、次のターンだったら3みたいな効果があって、まず最初は土地加える、で次が壁出す、壁っていうクリーチャーですね。で、3番目が2点ライフ得るっていう、そういう、まあ、3回おいしいみたいなねカードとなっております。はい。で、メルティ3乗で壁出していきましょう。オッケー、来た。壁。これ壁です。これが壁。これがクリーチャーっていうやつですね。キラキラするすべてか。これね、エンチャントって言って、まあ、装備するための魔法カードみたいな感じですけども、エンチャントしてるクリーチャーは、あなたがコントロールしているアーティファクトやエンチャント一つにつき、11の修正を受けますよと。一旦ターン終了でいいかな。殴ってきてくれると嬉しいんだけどな。殴ってきてくれると、なんかアタックとブロックの説明ができるんだけど。おっと、やばい。ちょ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 、ゴブリンの班長来た。ああ、来た来た、殴ってきた。これ、11っていうステータスじゃないですか。これパワーが1で、タフネスが1ですよっていうことなんですけども、ブリキ通りの士官候補生がブロックされた状態になるたびに、赤の11のゴブリンクリーチャートークン1体を生成する。うわ、めんどくさ。めんどくさ。これブロックしちゃいけないやつだ。ブロックするとなんかトークン出るんですって。まあ、バトル、戦闘フェーズの都合上なんですけれども、この攻撃力、パワーの1っていうのは、こっちのタフネスの4のところに入るんですよ。まあ、要は、4-1で3になるんですね、一瞬。3なんで生き残るんですけど、今度、こっちの、壁の攻撃力は0なんですよ、パワーが。なんで、こことここで戦闘した場合、相手の、そのタフネス1を削れば相手倒せるんですけど、これ0しかないんで、こいつのパワーが。なんでダメージ与えられないんですよね。だからブロックしてダメージを抑えることはできるんだけど、そうするとまたここでトークン出るんで、このクリーチャーの効果で。なんでちょっと一回ブロックしません。言っておきましょう。普通にやばいやばい、死ぬ。どれかブロックできるね。これはブロックしていいかな。こいつで2点嫌だな。これブロックしましょう。さあインスタント使ってくるか。 OK 大丈夫かな。はい、こんな感じで今戦闘したんですけど、今2点こっち2点、食らって前、タグネスが 2になったんですけども、2残ってるんで死なないと。ただ相手の、タグネスの2点は0では削れないんで、これね0なんですよね。なんでちょっときついと。ハールミノタウルス強くね。これダメだ。これこいつ追放しよう。全部使って、でエリザベス、エルズベス死に打ち勝す。対戦相手がコントロールしていて、点数で見たマナコストが3以上のパーマネント1つを対象にしてそれを追放すると。だから、これかこれ追放できるんですけど、まあちょっとこっち打っとしいんで23あるし、なんでこいつを追放していくと。はい、これが強い。追放っていうのはね強いですよね。墓地にも行かないという、まあ、除外ですね、いわゆる。やばいやばいやばい。またこれで恒例ブロックか。うわ、でもなんかインスタントありそうだな。インスタントあるかもしれないですけど、一応ブロックします。あ、大丈夫だね。インスタントっていうのは、なんか魔法カード、なんか戦闘するフェーズで使える魔法カードみたいな。うーわー、出た。これっすね、これ。ショック。これが、要するになんか魔法カードなんですよ。すぐ使える。今、このショックっていう効果によって、ゴブリンの班長でダメージを与えられてしまった、壁、これ出た壁のトークンに、2点のダメージを与えられて死んでしまったっていう感じですね。さあ、いなかれました。すべてが、無に帰されました。やばいですで、ちょっとこれ出そう。圧倒的56。で殴ってこなかったな。よし、いいぞ。でかい壁を用意したら殴ってこなくなったわ。あぶねえ。戦術しよう。戦術っていうのは、まあデッキトップ見るってことですね。デッキトップ見て、払拭の光いらねえな。これ一番下でいいだろう。
や、これね、こうですね。これいらないですね、今。今いらないんで、こうですね。で、こうして、一番下に置いて、で、キラキラするすべて、これつけとく？いや、いいでしょ。よろめく、鎧を出して、で、あと、な、待ってる？さあ、待ってる？なるほど。キラキラするすべてつけとくか。これね、こいつにつけるとすげえ強くて、この、よろめく鎧っていうのは、コントロールしてるアーティファクトとかエンチャントの総数分、なんかパワーがアップするんですよ。なんで、これをつけていくことによって、これでなんかめちゃくちゃパワーがあっていくと。4号というね。よし、いいぞ。今全部で打点が5あるんですよね、あいつ。1、2、3、4、5。殴っていいのかな、これ。殴っていくか。ビビってでもしゃあない。行こう。で、インスタント使ってくるかもしれないですけどね。あ、ブロックしてきた。はあ。1、2、3、4。今4点しか与えられないんで、まだ死にませんね、これは。インスタントあるんですかね。インスタントないんかい。インスタントないんかい。あ、なんかあんのか？ねえのかい？ 5 点ぐらい別に通してくれよ。まあ、CPU なんでね。これ何？ゴーアへの消失。あなたがあなたの手札からこの呪文を唱えたとき、あなたがアーティファクトをコントロールしているなら、アーティファクトは今コントロールしているね。しているなら、これをコピーすると。はあ。で、その後、あなたがエンチャントをコントロールしているなら、これをコピーすると。はい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 。エンチャントもコピーしてるね。はあ、できるね。で、あなたはそれらのコピーの新しい対象を選んでもよい。土地でないパーマネント一つを対象とし、それをオーナーの手札に戻す。え、強っ！え、待って、これ全部戻すんじゃん、これ。これ全バウンスだ。出た。ゴーアへの消失打って、まず、これバウンスします。で、さらにコピーして、コピーして、コピーして、これ戻します。で、さらに、これ戻しますと。で、さらに、はい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 、強い強い強い、あー、どんどん持ってった、全部持ってった、強い強い、めっちゃ強い、最強じゃねえか。そしてなんかあのトークンが3体も生まれたぞ。最強じゃねえか、このカード。強すぎて笑った。こうやってね、あの相手のカードを除去していったりする感じですね。これインスタントっていうのはいつでも出るんですけどね。ちなみに短視力インスタントいつでも出るから、今、あれだったな。戦闘フェーズに打ってもよかったな、別にね。さあ、俺のターン。で、袋を出して、はい。はい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 。で、袋、これでいいわ。これ、くらえて、で、払拭も打つか。もはや。なんかやることねえし。払拭の光打って、払拭の光で、このカードを、追放していくと。はいはい。で、何も流れました。で、やるなっていう煽りを入れて、嬉しいです。で、バトルですね。すべてで攻撃と。こんな感じで、戦っていくということですね。はい。はい。対戦、ありがとうございました。ちょっとですね、さすがにボットは弱いんで、対人戦やっていきましょう。ランク戦スタンダードは、競技志向のプレイヤーのための基本的なプレイモードです。やっていくぜ。ボコボコにしてやるぜ。過去フラグ。ボコボコにしてやるぜ。さあ、来い。さあ、ハンドなんか、ハンド重いな。あ、メルティス誕生あんじゃん。メルティス誕生のいいな。これ7枚でキープだ。これは壁出せるんでね。平地加えながら壁出せるっていう結構すごい強い効果なんで、これ強いですね。あ、緑か。緑ね。緑はね、で、戦術を行って、この呪文を唱えるコスト、あ、こいつでも、円錐の巨人、今いる？今いらなくね、これ。これ今いらねえんだよな。これちょっと一回一番下、戻しとっか。一回一番下で。戦術っていうのは、あれですね。デッキトップ見て、一番上から一番下に戻すよっていうことですね。だからまあ、引きたくないからだったら、戻して、次の、トップ変えることができますよ、みたいな感じですね。うわー、なんかめちゃくちゃいっぱい出てきた。やばい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 。このね、森デッキね、パワー高くて嫌なんだよね。めっちゃ強いんだよね、森デッキ。平地置いて、で、メレティス誕生。メレティス誕生めちゃくちゃできるから、まあ、これで耐えていくしかないか。メレティスを誕生させていく。で、平地1個加えて、で、次のターン壁出せるみたいな感じですね。はい。さあ、来い！森はですね、なんかね、とにかくね、パワーが高いですね。
でかいやつが多いです。あのタフネスとパワーが高いやつが多い。まあ、今ちょっとあんまりそんなに強くないですけど、今。なんかいっぱい出てくんの、これ。なんだこれ。いっぱい出てくんの、やばいやばいやばい。めちゃくちゃいっぱい出てくる。で、壁生成来た。で、平地置いて、で、メレティスをもう一回誕生させていく。2点のライフも、後で得ることができるんで、とりあえず平地を回収していく。よしよしよし、いいぞ。この壁04も強いだろ。さすがに。さあ、イリーシアの、やべやべ、なんかめっちゃ軽いコストばっか出てくんだけど、これ、数で負ける。まずい。なんだこれ。数打てば当たる作戦だ、これ。ブロックはどれかでしますね。どれブロックすればいいんだろう。まあ、どれでもいいか。これか。ブロック。痛い。2点ライフ回復して壁生成。平地置く。飛行強いですね。飛行めっちゃ強いですね。このね、袋、このね、飛行っていう能力なんですけども、飛行を持つクリーチャーは、飛行か到達を持つクリーチャーでないとブロックできないっていうね。飛び越すってことなんですよ。だから要はこんだけ並んでても、今多分飛行いないんで、これ強いですね。袋を出しとくか。袋を出して、で、袋に次のターンキラキラするすべて装備して、圧倒的最強。袋来た。強い。いいぞ。これで袋で相手の盤面を飛び越えていけ。これはね、飛行が本当に強くてね、相手が飛行デッキじゃない限りは、このモンスターじゃない、クリーチャーたちを、どんどん飛び越えて、相手の顔面をぶん投げることができるんで、強いですね。非常に。さあ、困っておりますよ。さあ、この04とかいう、なんか、でけえ壁と、フクロウとかいう、劇的にやばい、飛び越していくモンスターで、相手の顔面をぶん殴っていけ。4に強い。トランブルって何？トランプルを持つクリーチャーは、余剰の戦闘ダメージを、それが攻撃しているプレイヤーか、ブレインズウォーカーに与える。あ、貫通か。なるほど。はい。オッケーです。さあ、攻撃することはできない。で、ライフも回復した。ちょっと待って、見にくいな。とりあえずこれ置くか。でですね、とりあえず、フクロウは出していいな。フクロウは出していい。はい。で、さらにカードを加えていく手札に、強い、いいよ。エリザベスいいね。で、哲学も出して、はい。で、飛行はぶん殴っていいでしょ。飛行いないんで、はい。これ上からぶん殴りますね。よし。これが飛行の強さ。飛行最強。さあ、この飛行2体強いだろ、これ。フクロウ2体最強か。で、キラキラするすべてつけよう。次のターン。フクロウに。フクロウ最強なんでね。で、平地。キラキラするすべてで2点使って4点があるか。エリザベスも打てるし、キラキラするすべても打てるのかな？これは。今。キラキラするすべてを、まず、フクロウにつけると。そうすると、打点が99になる。さ、最強だろ。あれ？エリザベス打てない？あ、5かこれ。コスト5か。じゃあですね。カサゴ。カサゴ出して、これ最強じゃない？ 10 になったんだけど。やばいだろ。ちなみにキラキラするすべての効果は、エンチャントしてるクリーチャーは、コントロールしてるアーティファクトとかエンチャント1個についてプラス1プラス1と。だから今、たくさんコントロールしてるんで、打点がめっちゃ上がるっていうね、脳筋カードってことですね。簡単に言うと。これでぶん殴って、はい。飛行強。飛行最強か？飛行環境か、これは。もう全部殴っても足りないでしょ。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。足りないもんね。足りないし、ブロッカーもいるし。なんか相手のフィールドのカードを全て破壊するみたいなカードがなければ、僕の勝ちだと思います、多分これ。そうですね。で、次は何するかって感じですね。で、このインスタントも結構強いんですけども、ゴーアーへの消失っていうね。これ、インスタントっていうのはちなみにいつでも打てるんですよ。うわ、え？何このカード。誰？狂気の人神？あなたがコントロールしてるクリーチャー1体と、あなたがコントロールしていないクリーチャー1体を対象にして、その前者はその後者に自身のパワーに等しい点数のダメージを与える。へぇー。それさ、フクロウを処理した方がよかったのでは？もちろんブロックするよ、普通に。どうブロックすればいいんだ？まずこれで、これブロックだな。で、これで、これブロックだな。で、これで、
これブロックかな、これでいいかな、はい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 、さあ6対4、ただし俺のフィールドには飛行を持っているクリーチャーが存在している、最強だ。はい、対戦ありがとうございました。ちゃんとゲーム進めてればこの2色デッキもらえて、でしかもこの2色デッキが結構強いんですよ。僕も言うて初めてまだ多分1週間とかぐらいですけど、無課金でこんだけ遊べてる感じなので、もう今すぐに始めてください皆さんも。はいはい、いかがでしたでしょうか。いや久しぶりにね、マジックザギャザリングプレイしてみてね、さすが元祖カードゲームの王様だけあってね、面白いです、とても面白い。でこんだけ高いクオリティで遊べるので、ぜひ皆さんもね試してみていただければなと思います。概要欄にビシッとリンク貼ってますんで、ダウンロードよろしくお願いします。もしかしたらね、生放送とかそういうのでもね取り扱っていくかなと思いますんで、またフレンド対戦とかもねやっていきましょう。ぜひ、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。